今回紹介するのは、ファイナンス思考。日本企業を蝕む病と、再生の戦略論。という本です。ファイナンスの専門家ではない人にこそハマる本、会社で財務部門に関わっているので、仕事柄ファイナンス関連の本はよく読みますが、この本は地たでよくあるファイナンスの教科書とは大きく異なるもので。 ファイナンスの専門知識をつけるためのものではなく思考方法を主軸に置いたものですなので期待値がずれてしまう人もいるのかもしれませんが私にとって良い方向での裏切りだったのが PL ノートの対比の部分筆者は目の前の PL の最大化を意識して動く PL ノートをファイナンス思考と対峙していますがこの PL 脳、NO、の症状は大きな組織に勤めた人ならああるあるとなるのではないでしょうかこの PL ノートのコントラストで作者がファイナンス思考としてどういうことを伝えようとしているかがよりはっきりと伝わってきました。した意味では、コーーポレート部門よりも、 むしろ普段 PL の最大化に追われている事業部門の人が手に取った方が良い本かもしれません。日本競争力復活へのご過剰のご専門。私はコ銀ゴールドマン・サックスで28年勤務後、現在ベンチャー企業の CFO を務めているが、今回のファイナンス思考は実際のビジネスマンだけでなく、 学生や経営者もマストリードだと思う名著である資金が不足していた戦後の復興期の重要産業経営者政策で成功した日本型間接金融モデルだがその後のバブルにまみれた不動産融資への経営者と大企業なら安心という盲目的貸し込みで2度目の経済敗戦をした我が国にとって。 21世紀に日本の国自体が再度輝くためにはこのファイナンス思考への理解が必須であろう。会計士目線旧来型の銀行審査的発想では革新や革命は生まれないことは自分自身の拙ない経験でも断言できる。この本に書かれている内容は日本が変われるための一つの試金石のように感じられる。若くして いや若いうちから企業を重ねてきた筆者だからこそ通説に感じてこられたそうした思いで書かれたこの本は日本ファイナンス史にとって明治維新の五箇条のご正門のようなインパクトが出たと確信しています。ぜひご一読あれ以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったら チャンネル登録をお願いいたします。